最近一生懸命右手の使い方を練習してます、ダウンスイング、での右手の使い方、こういうふうにこう乗せてですね、右の手のひらに乗せて、この、人差し指の、この鍵の部分と、中指の薬指で、釣り合う状態を、作って、で腰を切って、肘を、あまり体から離さずに下ろしてきて、でクラブを、倒すというかプレーンに、乗った状態を一回作って、こうアタックするということを、一生懸命コツコツ練習してるんですけども、ちょっといい練習法があって、というのはですね、構えるじゃないですか、両手で、やるドリルなんですけど、構えた時に、親指を外す、右手の親指を外すというドリルがあります。でこれこの間神奈川に行った時、藤井誠プロからも、言われましたけれども、これをやるとですね、これでこういう状態でバックスイングをすると、さっきお話しした、右の手のひら、右手にクラブを乗せた状態が作りやすいんですね。でこれを親指をしっかり握ってしまうと、僕みたいなついやっぱり右手にね力が入っちゃうような、ゴルファーは、ここでこうオーバースイングになったりクロスに入ったりしてしまうので、右手の親指を、グリップから外して、構えておいて、でそれでバックスイングする、でそれでそのままやっぱり打ってしまうという、ドリルが、有効だと思います。じゃあやってみますね。構えて、全く使わないで打つということになります。これはやっぱり本当に右手に力が入っちゃう方なんかはとってもおすすめのドリルだと思います。構えたら右手の親指をグリップから離してしまいます。そしてそのまま打つ、ね、よいしょ、はい、構えます。で右手の親指を離します。離したまま自分にもすごく、必要なドリルなんで、右手だけで打つ練習っていうのがあるんですけど、それと並行して、自分自身取り組んでます。練習ドリルシリーズ、この後も続きますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。